目指す風サック、どうも富澤一です。最近これ入れてるんですよ。夢が大好きなんですよ、風サック。今回はね、ブレイキングアウトね、もう朝倉未来選手も大絶賛していた優太君に来ていただきました。お願いします。お願いします。ますで、今日もいつも通り滝沢健太さんのファイヤードアップジムをお借りさせていただくんですけど、優太君とせっかくなんでスパーリングをね、ちょっとやっていこうかと。もう本当優太君は最初からこの子やばいなと。普段は何キロぐらいなんですか？普段73、4、4とか。73、4、はい、で、ブレイキングダウンは71でとりあえずやってるんですよね。はい、僕が63で61ぐらいなんで、でも本来多分優太君は66でしたっけ？そうそう、プロだったら、キックだったら65以下。ああ、じゃあまあ K1 で言ったらスーパーライト。そうです。あれ、優太君は今、はい、学生ですか？そうです、専門学校。専門学校、何の専門学校ってスポーツトレーナーの専門学校っていう。なるほど、はい、で、まだ今宮崎に、はい、こっちに来る予定はあるんですか？ありますね。あ、そうなんですね、はい、それちょっと楽しみですね。はい、まあ、今年でじゃあ専門学校が終わる。そうです、終わってからはこっち来るな。あ、なるほど、はい、で、最初の1ラウンドと3ラウンドは僕のチャンネルで、で、2と4ラウンドは優太君のチャンネルで公開してるので、概要欄にゆうらくんの YouTube チャンネル貼っておくので、よければね、そちらもぜひご覧ください。じゃあゆうらくん、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、いよいよゆうらくんとコラボですけど、はい、緊張感ありますよね、やっぱゆうらくんもプロでバリバリやってる選手なんで、はい、その情けないところ見せられないんで、しっかりちょっと緊張感持ってやりたいなと思います。ゆうらくんのこう、はい、動きとかで一番警戒してるのとかって何かありますか？ボクシングが上手いんですね。めちゃめちゃボクシングが上手いんで、5点にならないとですね、先手を取らないとやられるかなっていうのがあるんで、常にこう先手を取っていく、打ち合いに持っていけたら、そこはまあ意識しながらやりますね。楽しみにします。はい、頑張ります。強え、危ねえ、しんどい、早っ、よし、うわっ、しんどい、しんどい、ぐっせ、
重っ首飛んだっすね、一回首飛んだ、すごかったやっぱボクシング上手いっすね、めちゃめちゃ。上の階級と思えないぐらい速いっすね、はい、しかもパンチもシャープだし、こんなに下の階級なのに押されるっていう圧に僕あんまり下がらないですけど、下がらないですけど、やっぱ下がらされるっていう笑顔で来られてしまうめっちゃ怖いですね、はい、同じ階級だったらやりたくないですこれはじゃあそこは弟さんが僕に任せてください。何でもお願いします今でも絶対叶わないからもっともっと練習して叶うように頑張ります。お僕いつも宮崎でこいつスパーするんですけど、はい、こんな当てられることないっすよ下がらされることなくていい練習になります、ほんと。いやでも次はちょっとボクシングルールで、ボクシングルールで、はい、そっちもちょっと楽しみにします。はい、お願いします。痛めた指が再発しました。いってめっちゃ効いた。いや強い、めちゃめちゃ強い。1個だけ言いますよ、ゆうらくんがうまく手を抜いてくれてるから成り立ってるけど、ガチだった俺8回ぐらい倒れてますから。いや強いわ、19歳でしょ、信じらんないわこの完成度。19歳とかだったら、あ、20歳ですか。あ、おめでとうございます。なんかだいたい後で飲み込めるんですよね、ほとんど。格闘技の技術はもちろんなんだけど、ハートが強い。ここでやり返してやるみたいなハート持ってるから、階級関係なしに強い。いやー楽しかった、見てる人たち楽しんでくれましたかね。もう俺やんないっすよ本戦では重いもんめっちゃ強かったっす。もう最後の打ち合いとか、やっぱあの富澤さんならではな、ならではなのツーとフックなの打ち合い、やっぱりスピードについていけなくて最後やっぱ全然追いつかなかったですけど、結構圧で押されちゃうっすね。階級僕より下なのにやっぱ押されちゃうっていう、ちょっといいスパーリングできたと思うんで、
で本戦でやってほしいってみんな言うんですけど嫌です。僕はやりたくないですジャブが思った以上に速くて結構ジャブ避けれるかなって思ったんですけど、ここまともにもらっちゃってありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、ゆうらくんとのスパーリング終了しました。ありがとうございました。あ、話したゆうらくん。ありがとうございました。ありがとうございます。もう俺二度とコラボじゃないです。いやいや。マジ疲れましたよ。いやー、楽しかったですね。はい、めっちゃ楽しかったです。とにかく、その、体格差がもちろんあるんですけど、それをこう抜きにした技術の高さと、なんか二十歳とは思えないぐらいハートの強さがあるなと思って、ゆうらくんと同じ階級の人はやりたくないだろうなっていう。なんかもう普段なんてすごい優しくて好青年なのに、戦いになった瞬間本当人変わるっすね。俺のこと殺そうとしてました。いやせっかくなんでね、ちょっとゆうらくんのこと聞いていきたいなと思うんですけど、どうですか、そのブレイキングダウン寝て反響とか。いやもうすごいっすね。本当宮崎でも普通に街とかいろんなとこ歩いてるだけでも、お、ゆうらくんやみたいな感じで声かけられることが多くて、うん、それめっちゃ嬉しくて今、うん、まあゆうらくん的にはもうここをほんとステップアップっていうか、うん、この先の、まあ、プロの舞台につなげていきたいって思うんですよね。はい、今後は今はどうしていきたいっていうのは決まってるんですか。今は、まあ、結構悩んでる感じですか。そうですね、ほんといろんなところにお世話になってて、うん、ほんとやっぱどこに行きたいかっていうのがいろいろあって、ちょっとそこで悩んでるって感じ。なんか俺もこれはあのカメラじゃないとこでもこれ聞いたんですけど、なんかこの年でちゃんとそのギリ立てっていうか、そのギリごとをすごい大切にするなっていうのがあって、これだけ強かったら多分引く手あまただと思うんですよね。ゆうらくん欲しいっていう人が引く手あまたの中で、ゆうらくんの中はそのこうなるまでのその前でお世話になってる人がいるからとか、そういうギリごとをすごい大切にしてるんだなっていうのが、こうなんかそういうところがすごい、この子めっちゃ押せるなみたいなと思って、ゆうらくんの絶対やりたいことやった方がいいっすよ、はい、興味はあるっすよね、キック以外にも。そうですね、やっぱり全部興味ある、全部やってみたい、はい、じゃあ全部やった方がいいっすよ。二十歳だから本当何でもできるんで、はい、でもゆうらくんの相手になる人っつったら、やっぱ本当海外の選手ぐらいしかいないっすよね。そう、海外の方がしかも注目されるっていうか、みんなその日本全体が味方になってくれて、それが嬉しいっていうか、うん、今も宮崎の方でプロの戦績持ってる感じですか。そうです、いろんなプロの興行の団体出てて今10戦10勝してる。全部キック。はい、キック。ああ、まあ本当これからのゆうらくんの活躍もめちゃめちゃ楽しみということで、はい、どうですか僕とやった感じ。いやー、ここまで圧に押されると思ってなくて、僕も結構アスめっちゃすごいっていうのをやっぱブレイキングなんで見てて、みんな大体押されてるじゃないですか、うん、今日押されないように頑張ろうと思ってきたんですけど、押されちゃってやっぱすごいなと思いました。これでご飯3杯食いますよ。いや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 、実は僕そのゆうらくんとやる前に、まあ、僕ももともとクレストで練習させていただいてた機会があって、言われてたんですよ、ゆうらには気をつけろっつって。いや絶対です、いやマジですかね。あいつは強いっつって。いやいやいや、まあ、キックだったら多分どこ参戦しても3年以内とかにはベルト取る選手になるんじゃないのかなぐらいの期待感持ってるんで、はい、本当にゆうらくんのね今後がめちゃめちゃ楽しいですね。頑張ります。まあ、僕もまだまだねブレイキングダウン本当参戦して、はい、まあ、この階級だったら僕が最強だっていうのをちょっと証明していこうと思うんで、はい、もしゆうらくんも良ければね、はい、2トップで力で証明していきましょう。おっす、お願いします。じゃあこれで僕の方のゆうらくんとのスパーリングと対談は終了したいと思います。ゆうらくん今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあゆうらくんのチャンネルもぜひご覧ください。お願いします。ではありがとうございました。見かけた夢のこと悔しくて涙したこと、どうしても勝ちたかった日のあの悔しさを忘れない、見ろよだからこそ立ち上がったよ。